真珠の誓いを受けるシャルル・ドルレアン・シャルル・イッセイド・バロアは、百年戦争期のフランスの王族。オルレアン公、シャルル・ドルレアンとも呼ばれる。詩人として知られる。バロア家冒険バロア・オルレアン家の当主で、オルレアン公・ルイド・バロアとバレンティーナ・ビスコンティの第4個。同母帝に、アングレーム・ハクジャン・ドルレアン、イ・母帝に、デュノワ・ハクジャン・ド・デュノワがいる。 シャルル5世の孫であり、ルイ12世の父である。1406年、父の工作により、シャルル6世の長女で重視に当たるイザベルと結婚する。1409年にイザベルは、カズメチャンヌを出産時に死亡した。1407年に父は、ブルゴーニュコージャン1世に暗殺された。怒りに燃えた母は、オジシャルル6世と、王妃イザボード・バビエールに、ムコアコを訴えたが、 ムコア公の武力とパリ市民の人気から事件を追求できないまま1408年に逝去、両親を失ったオルレアン公は1409年にムコア公と形ばかりの和睦を受け入れるしかなかった。しかし、翌1410年にアルマニアック博ベルナール7世の娘ボンヌと再婚し、父の報復を図ってアルマニアック博と共にベリー公、ジャン1世、ブルターニュ公ジャンも世、 ブルボン皇陣一世などハンブルゴーニュ派の貴族をアルマニャック派として再結集1411年にムコア公へ弾劾状を送りブルゴーニュ派との内戦に突入した。オルレアン公はアルマニャック派を率いてブルゴーニュ派と戦いながらイングランドの援助を当てにして同盟を脱身1411年にイングランドの支援を取り付けたブルゴーニュ派にパリを占領されたが 翌1412年5月にイングランドとの同盟を結びブルゴーニュ派への反撃を試みた。この時は、両派ともに沿線気分が込み上げ、イングランド介入に危機を覚えたことから8月に和睦を結んだが、条件としてイングランドとの同盟を破棄したため、イングランドから賠償金を請求された、オレレアン公は金を支払えず、弟のアングレーム・ハクジャンをイングランドへ、 人質に出す羽目に陥っている。千四百十三年にパリのブルゴーニュ派が起こした暴動によりムコアコがパリを退去、それに乗じてパリに入場したが、内戦の長期化を恐れて、翌千四百十四年九月に再びムコアコと和睦した。千四百十五年、イングランド王ヘンリー五世はこの内戦に乗じ、アジャンクールの戦いでフランス軍を破ったが、オルレアンコは、 多数の貴族と共に捕虜となり、イングランド各地、主にウィンザー、ポンテフラクト、ウィングフィールドで遊兵された。極夜の歌をこの時期に記している。二番目の妻ボンヌは、その間、1430年から1435年の間に死去している。遊兵中は、不在の両地オルレアンに残された家来と手紙のやりとりを欠かさず、イングランドの動向に気を配り、 頻繁に金作やオルレアン防衛に指示を下している。オルレアンは1428年10月から1429年5月までイングランド軍に包囲されたが、イボテイのデュノワ・ハクジャンがジャンヌ・ダルクラと協力して防衛に成功、オルレアンを解放した。オルレアン号は二人に感謝してジャンヌへ清掃を送り、デュノワには年金とデュノワ・ハク料、借位を与えている。やがて、 イングランドとフランスの和睦が取り沙汰されると、オルレアン公の釈放も和睦条件の一つとして提案され、1433年に和平会談が企画されると、イングランドによりカレーへ連れて来られたが、会談は行われなかった。1435年のアラス講和会議にも、イングランド代表団の付き添いとして出席したが、イングランドとフランスの交渉が決裂したため、釈放されなかった。 それでも、和睦の駒として重要視され、イングランドの和平派のヘンリー・ボーォーとス機キと、サフォーク博、ウィリアム・ドラポールが、グロスター公・ハンフリーの反対を押し切り、オルレアン公の釈放に踏み切った。これには、ムコア公の息子のブルゴーニュ公フィリップ三世の妻、イザベルが、ボーォーとス機キと釈放に向けた交渉を行っていたことも影響していた。 1440年2月に交渉がまとまり、全両校が莫大な身の白金を一部支払うことで解放され、9月にフランスへ帰国した。帰国後に全両校と和解し、11月に全両校のメーマリード・クレーブと3度目の結婚をして、翌1441年1月にオルレアニへ入場した。しかし、いとこのフランスをシャルル7世からは冷たくあしらわれ、 ミノシロキンの関西にも苦慮、フランスとイングランドの和平も進展しない中、1442年に、プラグリーの乱の残党に担がれ、反国王派に立った。シャルル7世に帰戦を制され、説得されたため陰謀は阻止された。また1447年、母の相続権を盾に、ミラノを攻略しようとしたが失敗した。1450年に、政治から離れブロワ城に、 陰性、1465年に70歳で没死した。陰性後、最後の妻マリーとの間に、ルイ12世のほか、マリー、アンヌの2女を設けた。清水、P72、P73、キド、P96、ロイル、P108、ペルヌー、P20、P21、清水、P84、P89、カルメット、P130、P131、 P143P150、軌道 P98P102、清水 P89P91、カルメット P150P156、軌道 P109P110、ロイル P108P110、ペルヌー P302P303、清水 P91P98、カルメット P160P166、P P175P176、キド、P111P112、ロイル P137、ペルヌー P303P306、ペルヌー P306P308、カルメット P228、キド、P215P222、P241P243、PN75、ロイル P177P178、P ペルヌー、P270、P308、P311、シミズ、P372、P376、カルメット、P235、ロイル、P178、P179。ありがとうございます。